こんばんは。こんばんは。すごい。よいしょ。そう、ちょっとツインテールしました。こんばんは。はい、16期生チーム系17歳の武藤凛です。わあこの時間に配信するの久しぶりかも。19時やっほーすごい、前も配信したけどなんか久しぶりな気がする。リアルタイム見られるのは初めてです。え、本当に？はじめまして。ナナンのおじさんさん、すごい名前呼んでってありがとうございます。今メール来たよ。あ、本当に？じゃあ見に来てくれる人増えるといいな。みーちゃん中学生のコスプレ？え？高校3年生でーす。テスト終了したの？してない。そう、してない。まだね、明日もあるんですけど、まあ皆さんに会いたくて。あ、でも本当に明日公演もあるし、なんか本当になんだっけ、テスト始まって、なんかもうもう本当に寝れてないから、皆さんとの元気で明日は乗り切ろうと思って。投げキスして。高校生大変だ。いやー、そんなことない、皆さんの方が絶対大変ですよ。テスト勉強しなくていいの？いや、もう私はもう大丈夫。夜やる、夜やる。何時まで配信？8時ぐらいまでにしようかなって思ってます。最近急におりんちゃんが好きになってきた。ミキティさん、あー、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうミキティ。トムのモノマネやって。はい、アキルヒョウトチーム K の武藤トムです。わかんない。あとね、え、嬉しい、ありがとうございますってよくやって。今日のおぐりは、今日のおぐりはね、なんかぐでーってしてた。眠そうだった。似てる？本当に？よかった、ね、うん。どうしよう。わあ。テロップ今売ってます。送信。わん、さりげないメール。大いないことを話してほしいって。ゆこゆいさんとどこへに遊びに行くのね。私もね、楽しみ。楽しみ。
でも本当に嬉しかった。遊びに今度行くって話したので行きます。イエーイ、行ってきます。牧野さん、牧野アンナさん声なかなか当たらないよ。なんかでもみんなそれ言ってる気がする。そう、昨日の公演でもなんか小宮山さんが初めましての方って聞いた時に結構たくさんの人が手を挙げてて、本当にほとんどの人が初めての人で、なんかわーって思った。だからやっぱりその分一回一回大切にしないとなってその時に改めて思いましたね。嬉しい。本当楽しいんですよね、あの3公演。当たんないんだ。そう、納豆エンジェル。勉強は好きですか？かっこ爆笑。爆笑って何？勉強、分かんない。12月のカンガルー、12月のカンガルーね、もう大好き。もうきついけど大好き。じゃんじゃんじゃん。好き。本当になんかもう楽しい。あ、あれ書こう。今日のあれ、今日の6時からでしたよね、再再半の2時って。今日かな、今日の6時、今日の6時、6時だよね、合ってるかな、不安。今日の6時ですか。あれ調べよう。音、あれ6時から、あ、やっぱ6時からだよね、よかった。今日の6時から、あ、3時が今日の、3時が今日の6時。何色にしよっかな。君に決めて。ティーチャー、ティーチャー、なぜ人間の硬いものないかな。いや、書いちゃおう。そう、なんかね、いつも18時から次の日の1時までですよね。わーい、ティーター、ティーチャー公演で披露しないのかな。ティーチャー、ティーチャー、
再再犯の再再はつあのこれ、それともう一回この字書くのかな、どっちなんだろう。これか。いやー漢字難しいね。再再犯お申し込み、お申し込み受付中、字ちっちゃくて見えないかもしれない、どうなんだろう。待ってます、待ってるよ。すごいふにゃふにゃなところで書いたから、憂鬱まだ覚えてますよ感じ。この辺あれ、私今ここで配信してたから、この辺、この辺か。オッケー、横顔綺麗、あ、ありがとうございます。後ろ一本髪の毛出てるよ、マジ、あ、本当だ、いた。まあ後ろは誰も見ないでしょう。おりん、おりん、ちょっと上かぶってませんか、本当この辺。うん、あ、私が後ろ向かなきゃいいのか。よろしくお願いします。ちょうど良い、ちょうど良い。結局家族の誰もオグリのケーキ買ってこなかったの。私が買ってきてオグリにあげました。でも写真が、誰の携帯で撮ったんだろう。でも私の携帯で撮ってないので今写真待ちしてます。写真待ち、そう、セーラームーンのパーカー。セーラームーン世代じゃないけど、あ、色が可愛くて買った。あと後ろもちょっと可愛い。でも後ろ向かないよ、尻尾生えてるから。そう、ピンクの服大好き、水色も好き、白も好き。家族全員で見てます。おお、すごい、ありがとうございます、嬉しい。父ちゃんがこの前来ていたパーカー、そう、なんか私のお部屋に勝手に来て、配信が映りたいがために私の部屋のクローゼットから出してきて勝手に着てたパーカー。でも私のですよ、私が買ったん。そう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 、
本当だから、本当この前の一番最近の配信かな。27時でも買いますのじゃなくていけない、あ、ありがとうございます、嬉しい。そう、呼んでいただきたんですよ。でレンがくるみとさきぽんかな、ぜひ待ってます、楽しみ。どんな例になるんだろう。パーカーはたくさん持ってるの。そうですね、まあいろいろありますね。レッスンの時にすごい便利なのパーカーってね、いいよね、もう過ごしやすいでございます。7月22日お兄ちゃん完売です。嘘、ありがとう、追加分も嬉しい、ありがとうございます。そのねだから空気券追加して、お、本当にやったー。で16期さん、16期推しの方もぜひくるみとさきぽんと私レーンで待ってます。そう、なんか同期のレーンだとやっぱりなんか私のことをなんて言うんですか、ちゃんと相手してくれる人が多いから嬉しい。あ、でもまだ同期以外にやったことないかも私。握手会あるかな、お見送り会とかで育ったのかな。伊藤姉妹レーンはいつね、いつだもんね、いつかでもあるそう、ありそうですよね、あるといいな。全額いきますよ、待ってます。そうそう、レッツゴー見たいね、私も見たい、やりたい。見る側になってしまった。レッツゴー、トゥトゥトゥ、楽しみ。岬へ続く道、全力走ろうか、心に引っかかっている、仲間がいてくれた強さ、一人じゃ登れなかったチーム朝か。やりたーい。なんかね、そうできたらいいな。そう、カラオケ配信とかしながら公演をレッスン場で通してるところとかも配信とかしてみたい、仲間何人か呼んで。おりんの覚悟が分かった応援、ありがとうございます、嬉しい。ガチ恋勢どう思いますか。なんかコールがすごいですよね、あれでしょ、向上、あれなんかすごいなって思う。よくなんかチームエイトさんの47の素敵な街へのチャンチャンチャンのところで言ってるところですごいなんかあーってなる。リクアマの時すごい感動した。よく学校の友達がふざけて言ってるよ、よく。だから私も覚えつつある。でもあれなんか言ってても楽しそうですよね、聞いてても楽しいし言ってても楽しい。言いたいことがあるんだよ。何かね言える曲やれるといいな。好き好き大好き、やっぱ好き
だっけ、もっと好き、どっちだっけ。黒い天使、あーやりたい、黒い天使。じゃん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 、タナタタナタタナタ。黒い天使やってみたいな。好き好き大好き、 やっぱ好きか、やっぱ好き。東京台風降ってる、降ってるのかな今、わかんないや。なんかさっきちょっとだけ、さっきご飯食べて帰ってきて、でちょっと勉強して、でもうダメだ、もう眠いと思って1時間だけ寝て、起きてメイクして髪シャシャッと2つにしまって配信ってやってるかな、どうだろう。外に出てないからわかんないや。でもお昼は降ってましたよね。スタディー俺の勉強の友はカフェオレかな。あーわかる。そう、私ねずっとねカフェオレだったんですよ。コーヒー飲めないからカフェオレにしてたんですけど、あのティーチャー聞いたらさ、いつもさカフェオレとさカフェラテの違いってなんか牛乳の量みたいなこと言うじゃないですか。でもティーチャーにカフェラテって入ってるから、最近なんかカフェラテに親近感湧いちゃって、カフェラテなんですよね。カフェラテ。何の勉強？古典。アリオリハベリーマソカリですよ。いつかはブラックで、やだ。何回かチャレンジしたけどね、やっぱりね。うん。ピンクのアイシャドウ、そうピンクのアイシャドウ今日新しいやつ。コーヒー飲めません。うん、一生。どこのやつ、クリオの。もんじゃ食べたい、美味しそう。そうずんちゃんとねまたもんじゃ行こうねって話してる。わたあめミルクティータピオカ飲んだことある、そんなのあるの、美味しそう、飲んでみたい。そう、それでね、そう、そのアイシャドウ買った時にね、いいお買い物したんです私今日。見て見て、これとこれ買った。すごくない？私も見た時にすごい感動しちゃった。これがねクレイジングメイク落とすやつと、これがマスカラ、今日これ使った。グレーなんですって、なんかグレーでもなんか黒、なんかグレーって感じじゃなくて優しい黒みたいな感じで、そういいと思いますよって言われてこれにした。かわいい、たまらない。なんでこんなかわいいんだろう。これね他にもね、ゼニガメとヒトカゲとピカチュウかながいたんですけど、なんか成分とか見てたら、あ、これにしようと思って。
不思議だねにした。もう君に決めたってまさにこの時に言うんだなって思いました。不思議だね、不思議だね。だから今日使うの楽しみ。マスカラは使ったけども、ゲットだぜ。昨日の巻き髪って時間かかるの？あ、あれか、公演の時の髪型か。公演の時の髪型はね、うん、でもいつもよりはかからないかな。いつもは巻いた後にいろんなアレンジすることが多いので、なんか結構でも、いつも同じぐらいの時間かも。いっぱい質問があって嬉しい。不思議だね、好き、私も好き。巻き髪めっちゃ良かった。え、本当にありがとう。自分で巻いたの。巻かない巻かない、メイクさんがやってくださいました。詳しくは昨日のオンデマンドをチェックよろしくお願いします。ノートに青文字でか書きまくるやつやっていきます。頑張れ頑張れ、君ならできる。あ、カビゴンは好き。カビゴンのハンドクリーム置いてあったよ。ラフレシア、ラフレシア好き。でもラフレシアって昔のポケモンだから最近なんか出てこないから悲しいよね。あんな先生声の見どころを。お、あ、皆さん AKB 新聞チェックしていただきました？チェックしてくれたかな。本当に私見たんで買って読んだんですけど、本当にもうね、あーってなんか嬉しかったです。あんな先生のインタビューもあって、それ読んでてなんかすごいあーって嬉しく思ったし、なんか本当になんかもういろんなメンバーさんの話聞けてすごいなんかもう嬉しかったし、ここのここがすごくてって記者さんも書いてくださったりしてて、本当になんかもうね、もうありがたいやーって感じ。本当にあの新聞読んでから公演来るとすごい、それもそれですごく面白いと思うので、ぜひ皆さんお手に取って見てみてください。表紙にいるのでちょっと探してみてください。そう、あの友達に、学校の友達がなんか言ってくれたんですよ。 AKB 新聞なんかコンビニのやったやつに降りてびっくりしたって言ってくれて、なんか公演とかってなんかやってるけど、なんか友達はなんかそんな詳しく知らないんですよ。今日放課後遊べるって聞かれても、あ、今日公演だからごめんね、頑張ってくるねって感じなんですけど、でそれでバイバイなんですけど、公演って何してるのって本当にもう最近聞かれて、こういうことしてるよって言って、来たいって言ってくれたんですけど、確かに何やってるかわからないよねって思って、なんかもっともっと周りの子もなんかもうファンにしちゃうぐらい頑張りたいなって思いましたね。でも本当にそんなね、知らない子が私の出てる表紙のところ見つけて声かけてくれたのが本当に嬉しくて、なんか何外のお仕事っていうの、なんていうのわかんないけど、なんかね、嬉しいなって思った本当に。しかも買ってくれたの、その子、嬉しかった。
そう、みんなが見てくれるところにそう出てる出るってことですね。それそれ。もっと無料ライブとかしてみたいな。外で。で、公園来てねみたいなことやってみたい。握手会来てね、全楽来てねってやりたい。無料ライブやって、そう、なんか今の AKB ってこんな感じなんですよってアピールをたくさんしたい。あと、なんならやってみたいこと、なんかもう最近もうそういうことしか考えてない。出たらもっと良くなるかなとか。そう、確かそう、一般の人からね、システム考えると難しいよね。あと、なんか公演のチケットもなんだっけ、そう、モバイルとかさ、入会してないとさ取れないやつあるじゃないです、取れないじゃないですか。でも、なんかなんて言うんですか、1ヶ月に1回だけ、なんかなんで、なんだろう、わかん、どこだろうな、チケットピアさんとかでチケット売って、なんか少し、いや、行ってみようかなって思った外の人とかも劇場に連れ込んでみたい。わかんない、これはなんかいろいろな事情があるから無理なかもしれないけど、そういうのやってみたいなって思う。あと、なんだろうな、そう、友達、そうそう、それこそ友達がさ、チケットの取り方わからないって言ってて、これで登録して、これでこれでって説明したんですけど、って感じで、なんかね、なかなかね、初めての人に難しいですよね。あ、確かに当日券とかあればね、いいよね。あと、なんだろうな、まあ、いろいろ問題はあるのかもしれないけど、あとね、そう、こういうこと考えるのが楽しいってだけで、今何も考えずに、あったらいいな、こんなことみたいな感じで話してるんですけど。あーね、出張公演したい、アンナ先生公演のやりたい。それこそ SKE さんの曲が多いから、 SK48 シアターとか行ったらなんか面白くなりそう。細井さんがガイドブックに、おりんのところに面白いアイデアたくさん持ってるって書いてたね。ああ、そうなんですよ、嬉しかったです、アイディアマン。なんか本当に、なんかもう暇さえあればそういうこと考えちゃう。そう、無料ライブやりたい、無料ライブやりたい。そう、16期の755でも、なんかもっと総選挙盛り上げたいねって、せっかくみんなで立候補してるんだからって思って、なんか毎日日替わりでポスター貼ってくみたいな話をして、それに順番もつけたいよねって話してて、でもなんか名前順とかじゃつまらないからみたいな話を、みんなであれこれ、ああだこうだ、ああだこうだ言って、あ、じゃああの順番にしようってなって決まったんですけど、それを誰が、ファンの人が気づいて、何の順番か気づくのかっていうのもやってるので、でまだ多分1人目の子投稿してないよね。誰だっけ1人目、わかんないや、どうなるかな。なんかそれでいい感じに盛り上がるといいなって思ってます。755も16期の、じゃあ背の順で、背の順だったらもう私何番目、2、3番目ぐらいじゃない、わかんないよ、背の順
かもしれないし、わかんないよそう、ぜひ皆さん755入れてないよって方とか、755で16期ルームあるの今知ったって方はぜひフォローしてくださると嬉しいです。あ、入れちゃった。そうそう、あとなんだろうな、なんだろうなね、ビラかぶれうっビラ配りとかもしてみたい。ビラ配り、ビラ配りティッシュでもいいけど、いやビラだな、ビラの方がいいなあとなんだろうな、何やりたいかな、なんかいっぱい思いつくけど忘れちゃう。でも16の日に何かは本当にしたいなって思ってます。16期16の日に何かビラ配り無視されたら悲しいやつね。まあでも誰もが通る道ですよ。私そう思ってさ、あ、なんかさ、ティッシュ配りの人とかよくいるじゃないですか。もらっちゃうんだよねもらっちゃうんだよ、もらっちゃうんですよでもティッシュって何かと思ってるとさ、後々なんか電車でいきなりくしゃみ出た時に、あ、ティッシュってなって、ありがとうお姉さんってなること多いティッシュ便利だよね、ティッシュ便利、ティッシュはね本当にね大切にした方がいいと思う何の話って。あとなんだろうな、何もらってるしかな。私でも私歩いてると多分なんかわかんない学生とかその辺の人10代ぐらいかなと思われて、よくなんか塾のファイルに入ってる消しゴム付きのビラをもらったりするんですよね。あれね最高あれねとてもいいよね。消しゴムはね使うよねあとあのあれ、その消しゴムが冬になると何になると思います？冬になるとカイロになるの、カイロになるんです。だからいつもみんなでシャカ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 振りながら投稿するのセンスもらったことある。センスなんてあるんだ、すごーい。カイロ嬉しい、本当に嬉しい。あとなんだろうな、でもそんな感じだから、なんだろうね、何配ればいいんだろうね、何配ろうジュースもらえると嬉しい。あ、なんかこの前集合場所に行くじゃないですか。え、集合場所にこうやって一人で向かってたら、前にあれは絶対あやみんだって思う子が歩いてて、あやみんだあやみんだと思って、どうしようかなと思って走って話しかけに、が1走って話しかけに行く、2そのまま普通に歩く、3わって驚かせに行くとか、いろいろ考えたんですよ。4なんか無視するみたいないろいろ考えたけど、いやちょっとこれは観察しとこうって思って観察してたんですよ。そしたらなんかなんて言うんですか、こうやって歩いてたら前によくなんかジュースのなんか
新作かなんか出たのかわからないけど、なんかジュースをこれどうぞどうぞって配ってるお姉さんたちがいて、そこにもう一目散に向かってってジュースをもらってて、しかもなんか普通にもらえばいいのに、なんかお姉さんの優しさでちゃんとプシュって開けてからあやみんに渡してて、すごいなんか何してんのってツッコミに行ったのを覚えてる。そしたらえぇ、ー、ってなった。面白かった。なんか本当面白い、本当に面白い。あ、そう、レッドブル、レッドブルそうだから私炭酸飲めないからもらえなかったんですけど飲んでたよ面白かった。あやみん面白い子、あやみん面白い、あやみん翼授かってたあやみん面白い。飛んでっちゃうあやみん、あやみん、あやみん最近すごい会う。お兄ちゃん翼授かったことないのか。あ、でも授かろうとしたことはありますよ這いかけたことあるかもしれない。ちょっと、うん、ちょっと、うん、無理だったけど二人の子、あの二人のコミ名決まってないや、どうしよう決まってない。たった飲めるように練習しなきゃ。やだアピールコメント、あ、そう、アピールコメント皆さん見てみてください、お願いします。タピオカ以外で好きな飲み物ある？タピオカ以外で好きな飲み物、 100% のオレンジジュースが好き。優しい顔立ちが好きです。はいもオレンジ大好き。あ、いいよね。わかりみが深すぎる。お、そう、なんかね、20% とかじゃダメなの。100% じゃなきゃダメなの。100% じゃないと元気出ないの。カルピスウォーター好き。あ、カルピスね、ナーミンがすごい好きだよ。ナーミンいつも飲んでる。ミニッツメイド好きです。あー、美味しいよね。配信今気づいた。あら、今からでも全然、ほんとゆるくお話ししてるだけ楽しく話してる。アピールコメントめっちゃ考えたよね。考えた。でもね、全然苦じゃなかった、ほんと楽しかった。なんかそこで改めて16期の、あ、そう、私16期の紹介をしたんですけど、一人ずつ、そう、それでその配信をやるってなって、アピールコメントを取るってなって、その時にどうやって一言でこの子のことを表そうかなって考えた時に、頑張ってもギュッてギュッて言葉と言葉と言葉をガッチャンコして、もうすごく考えて、それで、ね、そう決まったかな。はーちゃんのやつは別に考え
砂糖ね氷とかいろいろ考えたんですけど、なんか全体のバランス見てよしネタでいこうって思って苦労して叫んでる。なんか苦労して皆さんも言いたくなるじゃないですかやっぱり前田の自称がめっちゃウケあれは自称なんで本当になんかもうなんかやっぱりただただ紹介するだけじゃなくて、なんかやっぱりなんかやっぱりどこかくすってする部分もなんかいっぱい入れたくて、なんかそうどうやったら伝わるかなと思っていろいろ考えてあれにしたぜひ楽しんでみていただけると嬉しいです。なんか本当にそのアピールコメントを考えるときに一人一人とちゃんとなんかこの子とはどんなこと出来事があってよくこの子はこうこうこうだからなとかいろいろ考えて向き合ったみんなと向き合った。そう噛むしね取り直しも結構しただからスタッフさんにたくさん迷惑かけてしまった、申し訳ない。でもこれねなんか14期のファンの人はもちろんそうだけど外の人にやっぱ人数多いからなんか公演とか16期に興味を持とうとしない限りは絶対覚える気にならないじゃないですか。だからなんか外の人とかそれこそ世界ですから、世界の総選挙だからわかんないよ、もしかしたらねあのバンコクの人とか見てくれるかもしれないしと思って、でも何うんうんもう伝われと思って伝えたで伝わった後にすごいなんかあーこの子ちょっと興味あるかもとかなんか思ってくれたらそれはそれで嬉しいし、うん、それであそういえばこの紹介してる子どういう子だっけみたいなことで私のこといろいろ調べてくれたりとかあったらもうそれがすごい嬉しいし、なんて言うんですかジロキの声見に行こうかなとか、あそもそも16期って18人もいるんだとか、なんかそこで新しい発見とかあるかもしれないし、あ20歳の子いるんだとかも気づくかもしれないし、なんか本当になんか見てほしいなって思いますね。どうなるかね。なんかすごい優しいとコメントくる、全然優しくないよただ16期が終わっちゃうのが嫌なだけです。まあでも同期であることはずっと変わりないけどね。総選挙同期の羽が生えるかもね。レッドブルレッドブル飲んじゃうね、16期生から何本当になんかもうランクインする人が一人でも増えてほしいなって思ったし、私自身去年ランクインさせていただいたんですけどやっぱりすごい変わるんですよね。なんかすごい取り上げていただくこととかアピールする場とかそれこそ自分の名前で自分の曲があって自分の歌ぶりがあって自分の衣装があってっていうのが本当に嬉しくて、しかもいろんなグループの方とかも一緒になんかお話ししたりとかコンサートとかでもなんか一人で寂しいねとか本当に他のグループの方が声かけてくださったりとか、そう NGT48 の加藤みなみさんとかすごい優しく声かけてくれてすごいそれが嬉しくて、本当になんかそういう他の普段関われない他の方と一緒に関われるし
そこでなんかすごい気づくこととかもあるし、だからなんかまたランクインしたいなって思うし、頑張りたいです。テスト終わったの？テストね、明日もあるの。アライブのユニット見よかった。嬉しい。そう、ライブね、スタッフさんにも褒められてすごい嬉しかった。Kの曲ですよね。3人でやるとは思わなかったけど、すごいなんか楽しかった。何があったって前のめりに生きること、夢を見る時間だけが長くなる、タタタタ前に倒れろ、その手を伸ばせ掴め前に倒れろ、それが正しい死に方だ、生きるものよ。好き。今年はないんですの。今年は49位をフューチャーガールズのセンター目標に頑張ってます。そう、センター立ってみたいんですよね。でも本当にまずは速報で名前が呼ばれればいいなって思ってるので、速報入るといいなって思ってます。頑張ります。去年は55位っていう順位を本当にいただけて、本当にもう嬉しかったです。頑張りましょう。そう、ランク外コンサートの君はペガサスもさせていただけて嬉しかった。そう、あのこっちのコンサート終わって走ってこっちに向かってやばいやばいやばいってなって、でしたら抱きつこうかが16期で、なんか AKB48 で1曲ポンってやって、その後に AKB48 研究生でポンってやって、 SK48 さんでポンってやってみたいな感じで、研究生がのそれぞれグループの研究生やってて、抱きつこうかがそこで初披露だったんですよ。でなんでここで初披露なんだって思って、もう後ろでもと思って見てた。頑張れって思って見てた。でもみんな可愛かった、すごく。でもこうやって今公園とかで抱きつこうかできてとても嬉しいです。そう、なんか頑張れって言って、頑張ってくるねってみんな言ってくれて、わーってなって、よし見るぞって思ったけど、なんか見てたら自然にわーってなって出たかったって思ったけど、それもそれでなんか違うし、私はあっちに本当に出させていただけたので、なんかすごいマネージャーさんと大丈夫ですよって言われた。またみんなでやりましょうって言ってくれた。でもね、君はペガサスで出させていただけたこと自体が本当に嬉しいので、なんかほとんどもう嬉しい、どっちも嬉しい。でもそのマネージャーさんとゆいりさんが話して、多分公演に抱きつこうか加わったので本当に感謝してます。
16期の推しメンは誰ですか？かなぶんです。みなみちゃん好き。みなみちゃん、みなみ、みなみ面白いよね。みなみ好き。みんな好き。みんな面白いから好き。これさ、発表ってどうやってやればいいのかわからないんですよね。私どうすればいいんだろう。8時になるよね。なるよね。待ってね。あれ、私持ってきたものどこやったっけ。どこやったっけ。あれどこ。ちょっとあれ本当にどこ。あ、あった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 。はい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 。ちょっと待って、どうすればいいんだろうこれ。わあ、ちょっと待ってください。どうしたらいいんでしょうか。こっちで配信して、うん、わかんないよ。何かしましょうか、手伝って。どうしたらいいんだろう。待ってね。うん、どうしたらいいんだろうな。あ、すごい、なんか私のルームが見れる。ショールーム。あ、なんか不思議な感じ。待って、こっちにログインして、こっちで配信して。え、でもそれじゃめんどくさいよね。待って、どうしたらいいんだろう。うん、パスワードわからないからログインできないし。発表方法考えてなかったんかい。うん、ちょっと盲点だった。8になった。やばい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 、8になったって。やばい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 よ、やばいよ。ちょっと、あ、でも、え、もう、え、わからないから、わからないから、とりあえず、とりあえず書こう、書こう、書いてでーんってやって、わーってなって、わーってなって、よし、それで、それで、じゃあまず作戦 A で。失敗したらちょっと B 案でいきましょう。よいしょ。あれ、あったあったあった、ホワイトボード。ちょっと待っててね、ごめんね。ちょっと赤ペンしか見当たらなかった。これホワイトボード用だよね。紙、木、段ボール、ガラス、プラスチック。違った。どこ？あった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 。すごい、ショールームの雑貨用のカゴがあるんですけど、そこに発掘しました。見て、けん玉も出てきた。できるかな。あ、できない。あ、また早く配信、早く早くお知らせしてって声が聞こえた。画面上の皆様の声が。あ、え、なんて書けばいいかわからないよ。ちょっと待って、なんだっけ。あ、
はい。みんな怒らないで、怒んないで。はい、じゃあ発表の方したいと思います。はい、なんとおおなんとおはい、なんとそうですね、16期生だったら4人目かな、ツイッターが始まります。イエーイ。はい、そうなんです、ツイッターを始めさせていただきます。はい、ということでちょっとアカウント名も書いたのでこちらでよろしくお願いします。もう本当に嬉しい、なんか本当に、あ、でもまだまだね、あのね、アイコンとかやり方わからなくて真っ暗なままなんですよ。ちょっとだから後で設定するので、これ本物かなって多分公式マークもついてないから思うんです、思っちゃうと思うんですけど、名前がこれでユーザー名がこれなのでぜひチェックしてみてください。もうね、嬉しい、私はとても嬉しい。755もできて嬉しかったのにツイッターもさせていただけるなんて本当に嬉しい。あ、すごい、なんか通知めっちゃ来る通知すごいいっぱい来る、ありがとう。あ、ホームページ出てるの、仕事が早い、さすが。なんでつぶやけばいいんだろうね、わかんないけど、ぜひフォローしたよ。お、ありがとうございます。スクショ、ティーチャーティーチャーの線でもさらっとさらっと入れて、お願いします。あのね、ちょっとポイント話させて。ここね、顔文字になってるの、可愛くない？私気づいたんですよ。今テロップに書くといいよ。そうなの、いうところにちょっとユーザー名をちょっとさっき気づいたんですよねだからちょっとね、なんかどんな感じでやっていけばいいのかわからないんですけど、多分ツイッターの発信力って多分すごいと思うのね。ツイートまだなの、本当にまだ真っ暗なんだけど、ちょっと後でなんかやるね。うん。なんか何がトップガとか、トップガっていうの、なんていうの、プロフィール画像っていうのかな、トップガは LINE かそうとかわかんないですけど、あとあのホーム画面もね。あ、すごい、なんか来た通知ホーム画面とかもそうなんかわかんないけど、ちょっとやるね、なんか後で、なんかわかんない、なんかさ自分の写真でさどれがさいい感じとか全然わかんないけど、とりあえずやってみるね。楽しみ、嬉しい。ぜひ皆さんフォローの炎、フォローの炎よろしくお願いします。何が嬉しいって、あの755とかのプロフィール欄に
なんかツイッターもやってます、はなんか矢印でこのユーザー名貼るのとかすごいなんか憧れてたから、ちょっと早速やるね。あー、ソイさんがツイートしてくれた、今通知が来た。というわけで発表でした。皆さんぜひちょっとよろしくお願いします。あれだよね、いいねとか拍手がいいねになるんですよね、楽しみ。いいねいっぱいしてて、一回しかできないか多分。単語も覚えた、リツイート。ツイート。頑張りますね。ぜひ覚えてじゃないや。お願いします。とりあえず最初のツイートせねばならぬ。アイコンも決めなければならぬ。よし。じゃあ。すごい、なんか通知が、ほんと皆さんからの通知が鳴りやまない。というわけで、ぜひ755だけじゃなくて、ショールームもだけじゃなくて、プライベートメールだけじゃなくて、また新たな、あ、すごい通知めっちゃ来る。そう、新たにツイッターをさせていただけるので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあスクショして配信終わりたいと思います。ありがとうございます。じゃあ10読みますね。13位、滝尾ビルさんありがとうございます。12位リュウさんありがとうございます。11位コウさんありがとうございます。10位マシュウさんありがとうございます。9位マユカさんありがとうございます。8位プースケさんありがとうございます。7位サトちゃんさんありがとうございます。6位タッピーさんありがとうございます。5位あつしさんありがとうございます。4位ひよこさんありがとうございます。あ、太鼓がある。3位じゃが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 じゃん、たみさんありがとうございます。そして2位じゃが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 じゃん、あきももさんありがとうございます。そして1位ジャガ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 、じゃん、玉岡知事さんありがとうございます。イエーイ、ちょっとバチが行方不明でしたね。はい、そんな感じで以上でした。もう本当になんかもう嬉しい。やりますね、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。じゃあそんな感じで終わりたいと思います。ちょっと今からダッシュでアカウント設定してくるので、ちょっと分かんない、なんかさよくさトップアイコン決めてさやっぱこれじゃないなと思ってさ変えたりとか私よくする人だからさ、ポン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 がそう変わるかもしれないけど、ちょっと温かく見守ってくださると嬉しいです。ぜひショールームの方もここのハートのボタンポチッとしてくださると通知がいくので、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。バイバーイ、またねー。